こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はダイヤ製縛りの下で地下で素手掘りしていたところ、スポナーを見つけてレッドストーンと鉄をゲットしました。しかしダイヤ鉱脈の出が悪く、累計940メートル掘ってダイヤ鉱脈まだ2カ所です。金は腐るほど出てきてたのにね。とりあえず TNT 爆破でダイヤを一つ手にし、一応タイトル詐欺ではなくなった、というところです。ゼロが4つ足りないけどね。さて、枝掘りは5本目となります。ここをまっすぐ掘っていくと前回見つけたスポナー中腹にぶち当たります。で、5本目開始から30分弱で100メートルほど掘ったところで、ゲーム中断。日をまたいでゲーム再開したところで、ようやく掘りながらサトウキビ栽培する決心しました。まあそれが無難よね。本当は本当に地下でダイヤ3つ集めてツルハシゲットを狙いたいんです。でもこのダイヤ運と、まだ TNT の仕組みがよくわかってない現状では、村人保険に加入することやむなしという感じです。しかし地上に出るのは極めて慎重に。まだ装備なしなので、クリーパーに襲われたらあっけなくワールドロストです。昼間のうちに地上に出るとすぐ夜になる恐れがあるので、まず朝にして、地下で2分待機して地上のモブをディスポーンさせてから、と考えているのですが、なかなか夜になってくれません。もう時計作ってもいいんじゃないの？材料は揃ってるのだし。今手持ちの金は9個しかなくて、時計作るか金リンゴ作るかの見合いなんです。サトウキビ栽培と、以前見つけた村に戻るのにどれだけお腹減るかがわからないので、まだ節約しないと。そういえばまだ地図がないし、馬に逃げられたものね。さて地下で2分待機したので、想定通りなら地上で湧き残ってたクリーパーもディスポーンしているはずです。地上に戻るのは7時間ぶりですが、出る時が一番おっかないです。やはり逃げずに私を待っていてくれてたんですね。信じてました。本当に信じてたの？ 6 割ほどは。さて村人取引では、31から35枚の紙でエメラルド1つと交換してくれることを以前確認済みです。一方ダイヤツルハシのお値段はまだ確認してなく、ウィキによれば12から15個のエメラルドが必要となります。手持ちの鉄と本で取引1回ずつできることを加味して計算すると、必要なサトウキビは310から450個ほど。手持ちのサトウキビを3回倍増させればほぼ必要数です。倍増に30分かかるなら1時間半で揃うわね。1時間半が素手掘りのタイムリミットです。さて地下に戻って素手掘り再開です。タイムリミットまでにダイヤあと2つ入手できれば勝利、ダメなら村人保険適用でダイヤツルハシ入手します。で、5本目はスポナー到着まで結局何もなく、140メートルで打ち切りです。これで累計1080メートル掘ったことになります。相変わらずダイヤに見放されているわね。6本目は4メートル奥を掘りましょうか。で、6本目を20メートル掘ったところで、やっと見つけました。3つ目のダイヤ鉱脈です。あら意外にあっさり。村人保険に加入したら物欲センサー弱まったのかしら。鉱脈の周囲を掘り開けていると、鉄鉱石が見つかりました。そしてさらに鉄鉱石が、これはチャンスです。もしここで鉄4つ取れれば地図が作れ、前回の村をほぼ確実に見つけられるでしょう。村探して永遠彷徨うリスクは回避できるわね。ダイヤ鉱脈発見から8分。掘り広げる作業は完了です。溶岩の音がしますけど、正直溶岩対策は運任せです。溶岩があるのは多分そっち。下に降りている時は溶岩の音は小さい感じです。溶岩の正確な場所は音で探りにくいわね。
さて、ダイヤ鉱石から2ブロック離して TNT を設置してみます。過去6回の爆破の経験ではこの距離でも鉱石を巻き込めるはず。やったか？なんでそこでダメフラグ？え、嘘。ちょっと何やってるのよ。燃え尽きる前に拾えないかと。後で冷静に考えると相当危ないことしてました。さて、インベントリのダイヤの数は変わらず、ダイヤが取れなかったのは確定です。鉄鉱石が一つ落ちているのが見えてて、インベントリの中は三つ。地図作成用の鉄四つをゲットできました。大きいです。ダイヤは結局燃えちゃったのかしら。ここまで、全面で爆風を受けた鉱石は遠くてもほぼ全滅してる印象です。アイテム化させるには他のブロックの影に置くのが正解だったのかも。さて少し素手掘りしたところで、ぼちぼちサトウキビの様子を見に行ってみます。朝にして2分ほど地下で待機する間に、時計とコンパスを作っておくことにしました。馬と地図が活用できればもう金の消費は怖くありません。でも動画編集中に気づいたのですが、時計作らなくてもレシピ並べれば時間確認できてましたね。地上に戻るついでに鉄の精錬もしておきます。さて、サトウキビは植えてからちょうど30分というところですが、すでにいくつも3段まで成長してました。倍増するまで30分はかからないようです。タイムリミットが短くなったわね。さて地下に戻って、とりあえず7箇所目の金鉱石を見つけました。なんとか次のダイヤ鉱脈を見つけ、ブロックの影で爆破してドロップするか試したいのですが。でも掘っても掘ってもダイヤは見つからず、ぼちぼちまたサトウキビの手入れの時間です。と、こんな時に限ってまさかの地上は雨です。確か雨の時はモブは湧かなくて、湧くのは雷雨の時だけだったはずです。で、雷雨ならばベッドで確か寝れるはずです。寝れないということで普通の雨のはず。ならば外に出ても良さげですが。確かとかはずとかに、このワールドの運命がかかっているわけね。1分ほど迷った挙句、地上に出てみることにしました。砂漠に入れば雨は止むし、普段よりちょっと暗い程度でモブは見当たりません。コウモリ以外はね。さて今回は20分空けて来てみたのですが、だいたい2段まで伸びてますね。つまり、残りタイムリミットは20分です。さて再び地下に戻ってきました。あと20分で次のダイヤ鉱脈が見つかるかどうか。掘る累計距離を考えると、ダイヤ鉱脈が期待値通り出てくれるのなら4箇所目が見つかります。そして18分のち、枝掘り6本目がスポナーに到着。時間的にもリミットです。結局掘った距離は累計 1.2 キロとなりましたが、この企画での素手掘りでのダイヤツルハシ入手はここで断念します。諦めるのまだ早いわよ。新ワールドに行けばチャンスあるわよ。お断りします。でも、万一死んだ時は仕方がないですよね。さて、サトウキビは402個まで増えました。運が悪くなければ多分取引に足りるでしょう。そして馬とも無事に合流しました。で、すっかり忘れてたんですが、地図作ったらその分紙が減るんですよね。まあいいですけど。あ、こんな時に限ってうっかりシフトをしながら、紙8枚無駄になりました。何をやっているんだか。地図作成ではここのところ間違えたことなかったのに。ウオー現在1端っことは、村が地図外の可能性あるわね。まあなんとかなるでしょう。ここからそれほど遠くないはずですし、少なくとも一方の座標はわかりますので。さて、村に戻ろうと10分ほどさまよったところですが。ちょ、エンダーマンはやばいシャレになりません。2発くらいは死んでしまいます。あら早速素手掘りでダイヤツルハシ狙うチャンスね。そんなチャンスいらないですってお、やっと村に戻ってこれました。
女、新ワールドに行きたくないのに。うっかり攻撃しなければ大丈夫でしょ。そのうっかりが怖いんです。さて、ようやく村に着きました。そういえばこの村命名まだでしたが、ダイヤツルハシの村と命名します。村人が怪訝な声出しそうな名前ね。私がわかりやすければいいんです。ついでにブランチマイニングしてたところは砂漠の地下拠点と命名しておきます。さてまず最初にダイヤツルハシのお値段を確認。13エメラルドでした。悪くないですが、エンチャントはいまいちです。幸運3が欲しかったの？それより耐久力3の入手が急務です。さてひとまず、本まで売れば持参物だけでダイヤツルハシを買えそうです。しかしエンチャントのことを考えると今は本は売りづらく、少しここで栽培した方が良さそうです。あら、育つまで20分も待てるの？ちょっと無駄なことも手がければ20分ならなんとか。人参収穫したりとか、なんか何も後ろめたいことないのに見られてるとやりづらいです。そういえば調べたことまだなかったですが、ひょっとしてウサギの餌って人参ですか？あと、念のため村人の家の中くらいは湧き潰ししておきます。あとあとエンダーチェストが欲しいので村人には生き延びてもらわないとなりません。ネザーに行くより取引の方が楽だものね。あ、そもそもこの企画でネザーに行くつもりありません。危ないですから。さて、できるところまで司書との取引もしておきます。まだ時間が余ってるので、木を切って原木集めとあわよくばリンゴ集めです。無事にリンゴ一つ入手できました。最終的に64個も集めるとなると結構大変そうです。金ブロックの方が大変でしょうに。あと、アカシアの原木を切って村のかまどで木炭にしたりしてましたが、そろそろ待つのは本当に限界です。サトウキビは結構2段まで生えてるし、もう回収でいいでしょう。まあ頑張って待った方ね。さて、一人目の司書は7回目の取引で停止となりました。二人目で5回取引できて、無事にエメラルド13個確保です。そしてプレイ開始から10時間半経過したところです。ここまで随分と長い道のりでしたが、道具のダイヤ製縛りでついにツルハシを入手しました。地下のダイヤ掘りに行かなければもっと早かったわよ。この企画では誤差の範囲です。といったところで今回はここまでです。次回はまず砂漠の地下拠点で材料を集めてコンパスを作り、そしてコンパスの中心から風車型ブランチマイニングを開始します。装備整えたら地上で本棚材料を集め、という感じです。やっとダイヤが集まり始めるのかしらね。それではまたね。バイバイ。